皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうかさてさて、アマプラタイムでございます。アマゾンプライムビデオで、今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回は、映画セッションです。はい。オリジナルタイトルは、フィープラッシュ。紐です。無チ紐。プシーン。 ピシーンってやつですね。はい。セッション。厳しい映画です。けど感動作です。あのー、一応、アカデミー賞を3つ受賞しています。はい。早速、説明書き読み上げます。音楽教師役で引き締迫る芝居を披露した J.K. シモンズが、 アカデミー助演男優賞ほか多数の映画賞を総なめにした音楽ドラマ。熱気あふれる主人公のとの演技合戦が、鮮烈なジャズのリズムとシンクロしていくのが快感で、9分以上にも及ぶクライマックスのセッション場面は必見。高校時代にドラマーになった自身の経験に基づき、 脚本も執筆したデイミアン・チャゼル監督は長編2作目の本作で一躍ハリウッド時代、ハリウッド期待の新星となった。ということでございます。レート 4.5!IMDB 8.5! すごい約10年前の映画です。小学生は見れません。 はい、あまりにも暴力的で、顔ひっぱたくんで、間違ってる、ピシッ <laughs> 本当ですよ、本当ですよ、本当にそういう映画なんですよ。<laughs> けど、感動作です、はい。まあ、人によっては感動作です、はい。私はびっくりしましたね、とにかくびっくりしました。はい、僕、こんな風にドラムを習ったことないんで、はい、僕、ドラムを習ったことがないんで、そもそも。はい ドラムは自分で覚えたんで、はい。まあ、その代わりそんなに上手くないですけど、はい。いやー、すごいですね。はい。皆さん、ぜひご覧になってみてください。もう、楽器が好きな人はね、もう、すごく気持ちがわかる映画だと思うんで、はい。ドラムに限らずね、はい。楽器を習った、厳しい先生に当たった、そういう人はもうね、もうみんな見ましょう。みんな見て感動しましょう。はい。そうか、そうかと。 これぐらい必要なのかと。私も練習しなきゃってなりますから。はい。そんな感じです。はい。アマパラアイ、はい。ということで、今回の、えー、配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。